アポを取ろうとしても、もう花から断られたもんだから、ミディアム、今、そこで手渡したいと思って、来たわけです、ホールについでに。ミディアム、まあ、ここでいいですので、出してください、市長に。市長は出てこられないですか？出てこられない。はい。市民とお会いしね。はい。いや、出てきます。お願いします。お渡しするだけなんですが。こちらの方で、もしやるんです。ぜひ。副市長はどうですか？いやもう、いきなり来られてもですね、いきなり来られてもですね、アポと、アポとしてますよ、一時、今週おさつだけだったら激ハブなんでね、まあ、市長会わないというのはもう自分がそのように決めてるだろうけど、我々はそんなわけにはいけないんですよ。こんな大事なことをね、かって、これからまだできてないんだから、これからもっとどんどん僕ら声を上げていく状況なんで、そんな逃げても言葉じゃないけど、逃げられるんですよ。僕らもうそのために来ますので、島の将来の方とこんな大事なことですから。でずっと市長は市民の声聞きますっておっしゃってる。で市民の声を聞いて終わりじゃなくて、じゃあその内容がどうだったかっていうのが大事なんです。市民の声がどうだったかっていうことで、なぜこの答えが出るのか、ちょっと理解できます。国の声も聞くのもいいけど、僕らの声も聞いてくれて、市長でしょ、そういうことを、ま、これ僕ってますか、言ってください、上原が言ってください。このことに関しての質問を出してますね。抗議討論に関してはもうこの件に関しては回答はしないという。そのわけではいかないですよ。抗議ではなくて、そういう、それはまあ、根拠とかって何なんですかね。はい、いえ、もう市の方針として廃止に関しても決定しましたので、はい、そうですけど、その決定したことに対しての抗議なわけじゃないですか。はい、そしたら決定したらもう市民と会いもしないし、抗議も受け付けないというスタンスは、これはどういった道理で正しいのか、ちょっと知念さんの見解を今言ってもらえますか。ですから、市民と会わなくてもよくて、抗議も受け付けない、それが正しいんだということを、なぜ正しいのか、ちょっと今説明してもらえますか。これも市の方針として、市長の意向でもありますね。いや、方針とかではなくて、なぜそれが通るのかと思っているのか。じゃあこういう法律がありますよとか、こういう条例が市にあってとか。ですから市の法律って言うんです。いや、方針じゃなくて、そういう法律じゃないと思う。じゃあ市民と会わないという市の方針ということですね。あ、でそういうことも今言っておっしゃいましたね。抗議に関して言うんです。いや、この抗議じゃなくて自衛隊問題に関してですよね。この抗議だけではないですよね。ですから抗議についてはもう終わりじゃないですよ、僕なんて。じゃあ何か表明したときにはその抗議に対しては合わないんですか、これからも他の問題に関しても。じゃあこれで決まったと言ったら、それに抗議したときに合わないということなんですね、市としては。どんな問題に関しても。いや、そういうことですよね。だって決まったから受け付けないという、それがそうですよということは、じゃあ他のことに関しても何か決まりました、市民が抗議しにしたらありませんということですか。いや、そういうことは思っておりません。そういうことですね。でも今そういうことをおっしゃってるわけですね。市の方針だから合わないということですよね。どういう意味なんですか。これまでも応援してきました。これまでもいろいろご意見を出してきた中で、前回こういった話をさせていただきましたので、市長としては、それは僕ら納得できないから来てるわけですね。いいですか。市長は今までずっと市民の声をないがしろにし、欺いてきたんですよね。で、最も大事にするところは、市長たる自治体の長は、やっぱり基本事情で、そのあたりをきちんと踏まえて、市民の声、安全、安心をの立場でね、対応する必要があるんで、それまたそういう自衛隊配備を弱してずっと行動してきたことに対してはね、本当にこれは実情で身も戻る、本当に私たちはそれに対しても大きな抗議をしているわけですよ。ただ自衛隊配備反対ということではなくてね、住民自治、地方自治の立場から本当にこれでいいのかということで来てるんです。工作随時の上等手段がこれかと思うとね、本当に情けなくなりますよ。僕らはね、聞きたからないんですよ。
今日このところはもうあれなんですけど、あんまり騒ぐのもあれなんで、何回も来ますんで、でこの対応でいつまでこの対応でやるのか、市民の一人として市長に権利あります、僕ら。いつまでも市長が警察しようが誰しようが、僕らの権利ですよね、会う権利。自分らの市長に、代表市長に会うのは、みんな市民の一人として、権利があるんですよ。それを拒否するというのは許されないです。だから拒否する態度であれば、こんな形にならざるを得ないというのはもう了承ください。島の将来を決めるのに市長の意向だけで絶対できないですよ。やっぱ100年200年後石垣市がどうなるかという本当に大事な大事なことですよ。まあ